はい、皆さんこんにちは。アジアで来てるピンクのケイちゃんです。ですね、ちょっとね、私の1本前の動画でちょっとねお伝えさせてもらったんですけど、私のですね定番のこの最初の、動画のですね一番最初で、あのレッドだよ、ブルブルだよっていうのはちょっと今現在ちょっと控えております。というのもですね、ちょっと今現在の世界情勢が混沌としているような状況でですね、ちょっと海を越えた、地方ではですね難民云々というような話もありますので、ちょっとそういったようなね非常に今あのお苦しい目をですね遭われているような方もいらっしゃるので、ちょっとそういった情勢がですね、実際に収束するまではと思っております。ちょっとねそういったようなことをお楽しみにしていただいている方には申し訳ありませんけども、もうちょっとねお待ちいただければなと思います。逆に言うとですね、そういった前置きいらないよというふうにですね、思っておられる方も結構おられるみたいなので、そういう方にとってはいいかなという気がいたしますので、ちょっとね、いろいろな方がいらっしゃると思いますけど、って感じですね。で、今回の話題に関してはですね、あるお家の方に関してなんですが、あるお家のですね、まあ、H 様に関してなんですが、昨日、おとといの動画で、ちょっとねお話しさせてもらいましたけども、あるイギリスのメディアでですね、ロイヤルセントラルという、どちらかというとですね、ほぼなんですけども、ほぼ丸々ですね、王室関係、ヨーロッパの王室関係、特にイギリスの王室関係に関してメインにですね挙げているようなメディアで、ロイヤルセントラルという、ところがですね、例の、あるお家の H 様のまあ表説関係ですね、作文の、コピペの関係ですね、あれに関して、具体的に記事に上げ取りましたよということでね、こんな感じで、表題が上がってますよということでお伝えをさせていただきました。で、それに関してはねちょっとねまああえて言っちゃいますけども、まあ日本の一国民として恥ずかしいねみたいな感じでねお話をさせていただきましたけども、ですね、まあ、その動画を上げた時にはね、私もちょっと気がついてなかったんですけども、上げてからですね、ご視聴者の方からも、いやケイちゃん実はね、ある有名な、ところもね出してるよということで、ちょっとね私もね、ご教示いただいたところもあったんですけども、まあ、結構ねそのヨーロッパを中心としたごめんなさいね、ヨーロッパを中心としたような有名なメディアで、ちょっとね今回ご紹介させてもらうところとしてはですね、皆さんもよくご存知のですねイギリスのザ・タイムズ、もうザ・タイムズといえばですね、もう、最高のメディアとしてですね、もう実際に創立されたのが1700年だか1800年ぐらいのですね世界最高のメディアですよね。まあ、そういったようなですね、伝統のあるメディアが実はですね、そのロイヤルセントラルと同じような、形でですね、やっぱしその H 様の、その作文のですね、表説問題に関して、まあ表現的にもですね、ほぼ同じような形で出しておりましたっていう話なんですね。で、ちょっとね、その出してた内容に関してはですね、URL 自体はちょっと私のいつものようにですね、動画の概要欄に貼っておきます。ただしですね、このね、タイムズの、実際のですね、そのウェブ版の記事に関しては、実はね、これね、有料版なんですね。で、実際のその URL をクリックしていただきますと、そのね、一応最初の部分だけ、表題の部分とちょこちょこっと最初の部分だけは見れるんですね。ただそれ以上見たい場合には有料版でね、クリックしてお金払ってくださいっていう形なので、ちょっとね、それに対して、ちょっとこんな感じですよっていう形で、この画面上ではね、ちょっとお見せするわけにいかないと思いますので、ちょっと私もね、そのね、クリックして見れる部分だけ、今からちょっと口頭でね、申し上げます。で、もしね、それ以上ね、もしご興味があるという方であれば、ちょっと課金をしてですね、ご覧になっていただければなという感じなんですね。なので、ちょっと URL 自体は概要欄に貼っておきます。で、まあ、内容的にはですね、ちょっとね、その URL で見れる部分だけです。を見るとですね、そのロイヤルセントラルが出していた内容とね、同じなんですけどね。そのロイヤルセントラルの私の出した内容、動画の内容に関しては終了画面等に貼っておきますので、まだもしね、ご覧になってない方に関しては、ぜひまたご覧になっていただければなと思います。で、ちょっとね、申し上げましたように、ちょっとね、この動画に関しては、有料版ということもありますので、
口頭ベースだけでね、ちょっと最初の部分だけ読んできますね。ちょっと今英文で 2,3 行だけ読みまして、後からちょっと意訳で私お話をさせていただきます。表題の部分がですね、プリンスヒサヒ、プリンスヒサヒと、ちょっと名前言っちゃうな、しょうがないな。プリンス・ヒサヒトス・オブ・ジャパン・コピード・ガイド・ブック・オフ・アウォード・ウィニング・エッセイ。要はですね、日本の、プリンス、日本のプリンスの H 様の、要は作文のですね、実際の、佳作ですね、佳作を受けたことに関する、実際の、コピーですね、コピーをしたことに関する受賞歴に関してというような、その表題に関してですね。でちょっとね、2,3 行ぐらいね、その一応クリックして見れるね、英文に関して、これもちょこっとだけ読みます。Prince Hisashita of Japan has been accused of plagiarizing parts of a prize-winning essay in a rare embarrassment for the boy who is second in line to the throne。これね、今ちょっとね、私英文で読まさせてもらったんですけども、このね、タイムスが、ここまでね、出してくるっていうのは結構、なんていうのかな、インパクト、これ私の完全な試験ですけど、インパクトあるなっていう感じなんですね。まずね、ちょっとね、単語で言っちゃうんですけど、このさっき申し上げた、プレイジャライジングって、これね、本当に直訳すると、盗用だとか、その氷説とかね、そういったようなね、直訳語になるんですね。で、これはね、さっき申し上げたロイヤルセントラルと同じ言葉を使ってて、あとはね、エンバラスメントって、要はこれは、恥ずかしいとかね、そんなような表現だとか、レアってのは非常に稀なとかですね。そういったようなことで、要はですね、今何を申し上げたかっていうと、要はですね、今現在日本の皇位継承権第2位を持つ少年のにとってですね、どちらかというと非常に稀な、どちらかというと恥ずかしいというか、そういったようなですね、作文の、実際の佳作というかですね、受賞に、かかるようなことで、表説というか登用というようなことで、その日本の、H 様ですね、プリンスの H 様が告発されたというような文面になっておりますね。だから文面自体はその一両日前に私がですね、ちょっと別の動画で上げさせてもらいましたロイヤルセントラルと同じ文面で、ほぼ同じ文面でありますけども、そのほぼ同じ文面がやっぱりね、そのロイヤルセントラルというどちらかというとその王室専門に挙げてるというような、どちらかというとね、ウェブに特化した、ウェブに特化してるのかな、あれかな、というようなそのメディアとですね、あとはこのね、タイムズという非常にですね、イギリスのとして歴史のあるですね、そういったようなメディアと、やっぱりちょっとね、かなりね、違うと思うんですよね。で、そういったような上げ方がされているというような点でですね、という感じがいたしますね。刑務長もこれに関してはね、もう認めてる、もしくは H 様もお認めになってるというようなことで、私もね、これ、本当にこれに関してはもうこれ以上別に事実としてこういうようなことが上がってる、もうこれ以上は全然もう勇気はないんですよ。勇気はありませんし、事実としてこういうような形でね、前回のそのロイヤルセントラル、両方ともイギリスですけどもね、これはタイムズに上がってます。で、他のヨーロッパのね、記事等にもいろいろ上がってるようですから、ただ事実としてそういうようなことで、ヨーロッパもしくは全世界に向けて、こういうようなね、英文の記事として上がってるという事実がある以上ですね、ちょっとやっぱり日本の国としてどうなのかなっていう気がいたしますよね。一般の国民の方じゃありませんからね。今現在、皇位継承権第2位のお方ですからね。しかも、将来、天皇陛下に一番近いお方、今現在ですね、のが、そういうような、表説というようなね、お言葉ですね。表説もしくは登用という言葉を使って、こういったようなね、英文の表現でされたというようなことは、やっぱり日本の国、日本のですね、その、皇族、皇室にとっては非常にやっぱりね、あえて言っちゃいますけども、ちょっとね、恥ずかしい事態だったなというような気がいたしますね。これに対して、
まあ、特に刑務所あたりはどういうようなね考えでおられるのかっていうようなところはちょっとね、やっぱりね、何かしらのやっぱりちょっと説明は聞きたいなっていう気はいたしますね。まあ、もちろんその、あるお家のね、まあ、特にご当主の方はどういうふうに思われているのかかっていうことに関してはね、ちょっとね、まあ、ご意見はお聞きしたいなという気はいたしますね。私はあくまでもこういうような事実で記事が上がってるよっていうねことだけはちょっとお伝えしたいかったなっていうことで、今回のね動画は撮らさせていただきました。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それではまた。バイバイ。